こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、北海道 の百名山の一つの地元のですね、室蘭岳についてちょっとご説明したいと思います。北海道の百名山って、こういうちょっとね、本がちょっと昔は買ってたな、ね、北海道新聞社で出してる北海道百名山ということで、室蘭岳、一応標高911メートル、あんまり高い山じゃないんですけどね、非常に登りやすい山なんですよ。私ももう何十回と登ってるんですけどね、最近ちょっと行ってないですよね。これちょっと写真がこう出てましてですね、これは地球岬の展望台から写した写真らしいんです。でこれが別名鷲別岳ってもいいんですけど、非常にですね、登りやすい山で、車でね、ある程度行けるんですよね。ダンパラスキー場っていうのがありまして、ふもとに、そこの駐車場を止めて、1時間ぐらいかな、せいぜい1時間ちょいぐらいで大体行けると思います。ちょっとね、トレーニングにはちょっとちょうどいい高さの山で、時間的にもかかりませんので、こういうすごくね、眺めもいいですよ。すべてこの室蘭高地が全体見えますので、非常に風光明媚なその室蘭のこの景色がですね、海の景色とかが非常にこう全貌できるので、非常におすすめでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。